どうも、丸見レンタリースです。今回なんですけれども、トヨタアドバンストパーク、駐車支援機能についてピックアップしてお伝えしていきたいと思います。で、こちらの機能についてなんですが、結構オプションで付けようとすると、かなり高額のオプションになっております。なので、一体どこまで使えるのか、自分の自宅で使うことができるのかどうか、実際これは便利な機能なのかどうか、それに的を当ててお伝えしていきたいというふうに思います。それでは見てまいりましょう。それでですね、今回まずやっていく内容について概要をお伝えしていきたいと思います。今回はですね、まず並列バック駐車機能と縦列駐車機能と縦列出庫機能とあとメモリー機能というものもございます。この辺について、4つに分けて解説していきます。で、この駐車支援機能を使うのに、まずいくつか前提の条件があって、まずこれをしないとその機能が使えませんよっていうものをしっかりと解説いたします。例えばコンビニで駐車したい時に結果自分で止めた方が早いよみたいなことになったりすると、なんか結局宝の持ち腐れになってしまったりとかしないように、こちらの動画をぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、それではまずこちらにですね、駐車していきたいと思います。それで駐車支援機能を作動させるまずポイントは、駐車したいところの真横に止めるような感じですね。このように止めてからボタンを押して作動させるような感じです。それではやってみましょう。で、まず前提の条件ですね、シートベルトをつけないと作動してくれないです。で、扉は閉めて電動格納ミラーもしっかりと開けた状態で、ここに置いてあるボタンを押すことによって、このナビに駐車できる候補をいくつか表示させることができるようになります。なんでちょっと今ポイントがずれているみたいなので、少し微調整をして、で、ドライブの状態でまたパーキングのボタンを押すと、ここにパーキングの候補が出てくるんですね。で、このボタンをタッチして、ここに、止めてほしいというふうにしっかりと設定をします。この設定がしっかりとなっているかどうかよく確認してください。で、この下に開始というボタンがございますけれども、この開始を押すことによってそこに向かって自動運転が、始まりますよというふうになります。で、この左下にある設定ボタンを押すとですね、このようになっているんですけれども、音声案内、速度モード、障害物回避、距離、優先駐車方法、駐車進路調整、あと道幅の調整といろいろできるようになっております。それでは駐車支援スタートしていきたいと思います。開始をします。発進するにはブレーキを離してください。音声で案内しながらしてもらいます。ブレーキ離します。前進します。勝手に進んでハンドルも勝手にぐるぐる回ってますね。で、これ動きながらブレーキで速度を調整することもできるようになっております。今後ろになってます。勝手に R になりました。ちょっと怖いなって思ったらブレーキを踏んでいます。今ブレーキを踏むとこうやって速度調整できます。完全に停止したらこのアドバンストパークが、中止されます。なので任意でこう速度調整しながらしっかり止まるところに向かっていくことができます。なので駐車支援機能中はブレーキに足をかけておいて、いざという時止まれるようにしっかりと目視で確認しながら設定した場所に前進します。微調整です。あとこの速度もですね、選べます。交代します。はい、速度調整しながら減速させたり、ブレーキ離すと結構な勢いでグッと進んでくれます。ずっと僕ブレーキ踏んでましたけれども、実際はもっと速いです。はい、勝手にパーキングになりました。終了しました。この機能なんですけれども、はい、このように駐車してもらいましたけれども、ちょっと外から見てみましょうか。かなり正確です。すごいぴったり綺麗にちゃんと収まっております。ぶつかるかなっていう恐怖心もあるんですけれども、しっかりとですね、ちょっと見えづらいんですが、ここにクリアランスのセンサーがついているんですね。ここに1、2、3、4、5、6と、で、この両サイド一番端っこについては、これはアドバンストパークのオプションがついている車両にのみついているセンサーなんですけれども、これとあとカメラですね、カメラの位置皆さん確認してください。ここに一つです。あとこのちょっと隠れてるんですけど、このサイドミラーの下ですね、ここの両サイドのミラーの下に二つついております。で、あと前についてるカメラ、はい、ここですね、こちらです。
この前後のセンサーと4つのカメラでこのアドバンストパークが行われているということになります。縦列駐車ですね。この2台のハリアーと軽自動車のところにアクアを縦に駐車するような感じです。この縦列駐車に学校でね、苦手意識持ってる方いらっしゃったのではないでしょうかということで、その縦列駐車はどれだけ正確にやってくれるのでしょうか。やってみたいと思います。はい、それでは真横にこちらセッティングいたしましたので、この状態でパーキングを押すとこういう風になります。で、このパーキング、今自分が選択しているところをもう一度押すと、このように縦列の設定になります。それではやってみましょう。よーい、スタート。発進するには、はい、ブレーキを離してください。離します。前進します。スタートです。おっと、中止しましたね。こちら中止になったのは、この前方とか、近くにですね、障害物があって、設定した駐車ができませんよっていう時に、こういう風に自動で止まってくれるようにもなっております。アクアが危ないと認識して止まってくれたような感じですね。はい、3度目の正直どうでしょう。ゆっくりということで、こちらに止めることは不可能ということになります。ただ実際自分でやったらどうなんでしょうという感じですよね。でもそこに止めなきゃいけないってなったら、こうやって自分で運転して止めなきゃいけないじゃないですか。こうやって自分で駐車することができる技術っていうのはすごく大事なのかなと思います。まあ無理かな。いや、無理ではないか。ここに縦列することはできるのでしょうか。ちょっとやってみましょう。いや、まあちょっと微妙かな。ただまあ縦列で入らなくはないよっていうような感じです。機械に頼りすぎるとできない時に、自分ででもここに止めなきゃいけないっていう時に、どうしよう、駐車できないっていう風になったら大変だと思います。なのでこの機能は自分で駐車できる技術を持った上でこれありきなのかなっていうような風に感じましたね。で、これも出なきゃいけないじゃないですか。出る時にで、このボタンを押してこういう風に表示が出るんですけれども、これで出ることもできます。今自分で突っ込んできたんで、これで出れるかどうかは分かんないです。ただしっかり自分が出れるような位置まで前進します。動いてくれる機能がこちらになります。危ないですね。後ろが非常に怖いです。もう自分でやりたいなって思うぐらいですね。前進します。でも確かに、あー、うん、すごいすごいすごい、これすごい、いいね。うー、怖い怖い怖い。ブレーキまたはアクセルを踏むと終了し、はい、アドバンストパークを終了しました。終了しました。で、今のは、こちらですね、縦列出庫機能でございます。こちら3つ目の機能ですね。この機能で、あとは僕は右にハンドルを切ってブンと出るだけです。なので、こういうふうに縦列から出るまでのサポートをしてくれる機能もありますよと。精度は僕は高いというふうに感じます。例えば、足元がレンガ調の駐車場とか、あと白線がなくて、あとロープ、細いロープとかだったりすると、それが認識しづらかったり、それじゃあ、この機能は使えないのかっていうとそうではなくて、4番目の機能、メモリー機能というものがございます。そのメモリー機能で、ここに駐車するっていうのをしっかりと設定することによって、記憶させることができる機能もついております。それについては、今からやっていきたいと思います。ここにですね、P プラスって出るんですね。これがメモリ機能なんですけど、これを使うことによって駐車する場所を、今この現在の状況から左なのか右なのかっていうのをまず設定します。で、こういう風な画面が出てくるんですね。で、これで今自分の真横の画面が表示されてるっていうような感じです。これでしっかりとどこまでどういう風にこの枠に収めたいっていうのを設定できるようになっております。これがメモリー機能です。このメモリー機能を使うことによって、白線がなかったり、レンガブロックの足元だったり、細いロープ、足元砂利みたいなところでも
このメモリー機能を使って設定することができるんですね。で、設定完了するとしっかりとこのナビの中に記憶されて、いざ、止めたい時に登録されているメモリー機能を呼び起こして、でそこに駐車するということができるようになっています。それでは続いてですね、こちらに、駐車していきたいと思います。普通に並列駐車ですね、車と車の間に駐車していくような感じで、であえてこちらに障害物を設定しておきます。設定というか設置しておきます。そうするとどうなるかっていうのもしっかりと見ていただければと思います。故意に設置した障害物はどのように検知してくれるのかっていうような感じですね。でコンビニとかで使うときはハザードつけるのを忘れないようにしないと、ちょっと不自然な不思議な動きするんですよ。自分でやる駐車だったらここで一旦止まったりしないんですけど、アドバンストパークを作動させるためには一回止まんなきゃいけないので、これが結構不自然な動きになるんですよね。発進するにはブレーキを離してください。はい、ブレーキ離します。前進します。車体の前後についているセンサーが障害物にぶつからないようにしっかりと気をつけて車を動かしてくれておりますね。で後ろにあったあの棒みたいなやつ見えますかね、この故意に設定した障害物もしっかりと避けながら駐車してくれます。でこれで一回前に出ますね。あ、出ないかな。このまま入っちゃうかな。おう、アドバンストパークを一回で入りました、ね、ました。はい、ということで今回こちら駐車支援機能についてやってまいりましたけれども、これすごく便利な機能ですし、あとこの車両アクア自体はですね、非常に使い勝手が良くて燃費も良くて、みんなが使いやすい車両だなっていう風に感じました。でも駐車支援機能についてはですね、初めて車乗る人がこの機能に頼ってしまうと、いざという時あの駐車できなくなってしまうなっていうふうに思いました。それだけこの駐車支援機能が正確だなっていうのももちろんあるんですけれども、これに頼り切って、自分で駐車することができないと、あのいざという時に事故につながりかねないのかなと、あと機能がですねうまく作動しない時にちょっともたついてしまうと、こう交通の妨げになってしまうこともありますので、なのでこの機能は自分で駐車することができる技術を持った前提でこの機能をつけるかつけないか、まあつけてももちろん自分で駐車をすることもできますので、ある程度自分が駐車できるよってなってからこの機能を使えるようになった方がいいのかなと個人的に感じました。はい、ということで今回はですね、こちら駐車支援機能について的を当ててお伝えする動画でございました。ご視聴いただきありがとうございました。